オンタリオは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の南部、サンバーナーディの郡に属する都市である。2010年国勢調査で、の人口は163,924人だった。ロサンゼルスオンタリオ国際空港があり、ショッピングセンターのオンタリオミルズもある。以前は、オンタリオモータースピードウェイがあった。1882年に、 カナダの技士、ジョージ・チャッフィとその兄弟ウィリアムとチャールズによって設立されたオンタリオモデルコロニーから町の名前を取った。彼らは故郷のオンタリオ州にちなんでその開拓地に名前をつけていた。現在オンタリオとなっている地域は、幻遊牧のトンバ・セラーのインディアンが狩猟と採集に使っていた土地の一部だった。彼らは南は サンバーナディの山脈西部まで動き回っていたと言われている。まず、メキシコ人が続いて、アメリカ人が開拓に入った時、先住民の集落は、バレー全体に散らばっていた。セラーノの集落の跡が隣接する現在の、クレアモント氏の丘陵で発見された。ランチョクカモンバの土地所有者、ティブルシオ・タピアの友人、フアン・バウティスタ・デアンサは スペイン政府の支配が及んでいなかったカフィラ族インディアンの援助をタピアに託した。デアンサにちなんで名付けられた通りと中学校以外、デアンサとカフィラ族の遠征に関する唯一の人工物といえば一つの構造物であり、現在のところその重要さも認識されていない。1819年にサンガブリエルミッションの 前進基地として機能した可能性のあるサンバーナビーのアシステンシアができた後、そこはサンアントニオと呼ばれる大きくて曖昧に定義された地域の一部になった。1826年、ジェデディア・スミスがナショナルオールドトレイルハイウェイを通って北アメリカ西海岸への初の陸路を使った旅をして現在のアップランドを通過した。 1834年カリフォルニアの土地に関する民間化により土地は民間人の手に渡った。1881年チャッフィ兄弟が土地を購入し、それに関する推理権も得た。彼らはボールディさんの丘陵からの水を低地の平たい土地に引く灌溉システムを作り、それが農夫に作物を育たせ、時折起こっていた洪水を防止する二重の機能を 果たした。また主要大通りであるユークリッドアベニューをはっきりした広い車線と草を植えた中央分離帯のある道として作った。新しいモデルコロニーは当初禁酒の町とされ、町の中でアルコール飲料の製造と販売を禁じた条項を含む初期事例となった。彼らはカナダのオンタリオ州出身だったので、この町をオンタリオと名付けた。 オンタリオは農夫を引きつけ、乾燥した気候を求める、病んだ、東部人を引きつけた。訪問者や定着の可能性のあるものに、オンタリオの豊富な水を印象づけるために、サザンパシフィック鉄道の駅に噴水が作られた。この噴水は、旅客列車が接近した時に噴出し列車が出ていった後に、節約のために止められた。当初の、 チャッフィ噴水は周りを白い石で固めた単純な水道栓だったが、後にアール・ヌーボ町の飾りがあるフランキッシュ噴水に置き換えられ、現在ではオンタリオ美術館の外に置かれている。初期の経済には農業が重要だったので、多くの通りの名前にその名残がある。柑橘類栽培地域の生きた称声としてサンキストの工場が今も残っている。チャッフィ兄弟は、 オーストラリアのミルデューラ・トレンマークの開拓地を設立するために街を離れ、そこでも様々な成功を収めた。チャールズ・フランキッシュがオンタリオの事業を引き継いだ。鉱山技師ジョン・テーズがラババ社のデザインを洗練させ、1887年からはユークリッド・アベニューから24番通りまでの公共輸送に使われた。 24番通りまで行くと2頭のラバを馬車の後の台に積んで重力でオンタリオ中心街の終点まで戻らせた。これは間もなく電車が置き換わり、ラバ馬車はユークリッドアベニューのシート折り南の囲いにある複製で記念されている。オンタリオには1891年に姿勢が敷かれ、1906年にはノースオンタリオが分離してアップランド市となった。オンタリオは 天文学的数字で成長を続け、次の半世紀の間に人口は10倍になった。1960年代の人口2万人が2007年には再度10倍になった。オンタリオは堅固なアメリカ中西部の基盤がある、ヤシの木の下のアイオワとして見られたが、ドイツ人とスイス人の多い地域社会だった。何万人ものヨーロッパからの移民が農業をするために、訪れ。 1900年代初期には、最初のフィリピン人や日本人の農業労働者が来て、後には養成力のある経営者技術を示した。オンタリオは、スペイン植民地や1840年代のメキシコ支配のカリフォルニーを時代から、ヒスパニック系住民が2世紀以上にわたって住んでいたが、1880年代に、最初のメキシコ人移民の波が訪れて、 鉄道産業の労働者として働き、さらに1910年代には、メキシコ革命によって、次の波が訪れた。1940年代に形成された、最初の青年ギャングは、オンタリオの柑橘類やオリーブの果樹園で働きに来た、メキシコ系アメリカ人の社会を形作った名残から、生まれた。1950年代までに、ギャングのオンタリオ・バリオ・サーが、 町の政治的スキャンダルから出てきた社会的抑圧から自らを守るために結成された。また1980年代までにそのメンバーのうちの何人かがメキシコマフィアの然るべき地位についた。メキシコ系アメリカ人は修道6 5号線と地の市に面した市の南部に住んでいる。オンタリオの町が設立されて以来の年月で、 その経済は健康的リゾート地としての評判で推進されてきた。その後間もなく柑橘類農家が岩の多い土壌を生かしてレモンやオレンジを植え始めた。農業の可能性があることでブドウやオリーブを育てる農夫も引き付けた。グラバーオリーブハウスは現在もオリーブを栽培しており、市の歴史史跡かつ最古級の設備になっている。酪農家も多く、 南隣の地のにまで広がっている。戦前の大きな工業は、ゼネラルエレクトリックの工場であり、アイロンを生産していた。第二次世界大戦の戦中と戦後は、多くの郊外市と、同じく住宅ブームがあった。南カリフォルニアの防衛産業が拡大したことで、オンタリオ市にも多くの定住者を引きつけた。今日のオンタリオ市にも製造業があり、最も著名なものは、 懐中電灯を製造するマグライト社である。しかし、製造業は衰退しており、市経済はサービス産業と倉庫業が支配的である。オンタリオ市南部の大半は落農家や農家が多い。しかし、この地域は現在、住宅、工業とビジネスの団地及びタウンセンターの複合的用途に使う計画が進行中であり、 集合的に、ニューモデルコロニーと呼ばれている。オンタリオには、フェイマススターズストラップスという医療品会社も、ある。オンタリオの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用種トップ10は、以下の通りである。グラナダ劇場、1940年頃、グラナダ劇場は1925年に建設され、西海岸ジュニアシアターに賃貸され、 1940年代までに、フォックス西海岸劇場チェーンの一部となった。グラナダ劇場は著名な建築家エエースミスが設計した。市民ビジネスバンクアリーナは2008年後半にオープンした競技場である。オンタリオ氏が所有しているが、アンシュッツエンターテイメントグループが運営している。観客席数1万1000の多目的競技場であり、 東海岸ホッケーリーグにところ属するオンタリオレインがホーム会場にしている。インランドエンパイアでは最大の屋内競技場である。NHL のロサンゼルスキングス参加にあるこのチームは大変競争の激しい南カリフォルニアにあって1試合あたり5207人の観客を集めた。マイナーリーグのチームは時間をかけて成功事例を作る必要がある場合が多いが、 オンタリオレインの場合は立ち上げ時からファンが強力な支持を与えている。オンタリオ市は2010年東海岸ホッケーリーグのオールスターゲームを開催すると発表した。カリフォルニア州では2006年のフレズノや2008年のストックトンに続いてこのゲームを主催することになる。このゲームで地元経済に100万ドル以上の効果をもたらすと期待されている。 1959年以降、クリスマスシーズンにユークリッドアベニューの中央分離帯でイエスの生涯を表彰する三次元オブジェを置いている。彫刻カルドルフォ・バルガスが制作したこのオブジェは1998年に無神論者、住民であるパトリック・グリーンからカリフォルニア州憲法の政教分離原則に違反していると告訴されたが民間団体が その保管費用と、その設置及び維持のための労働を負担することになって、問題は解決した。独立記念日に開催される全州ピクニックは1939年に始められ、市民の様々な出自が認識されるようになった。ユークリッドアベニューの放送音通りから言、e、い通りまで、中央分離帯に並べられたピクニック用テーブルには、大陸48州の周期が付けられる。 このピクニックは第二次世界大戦の間は中断されたが1948年に再開された時は12万人が訪れた1941年のリプリーのビリーブ・イット・アノットではオンタリオのピクニック用テーブルを世界最長と表現したカリフォルニア州生まれの住人よりも他州からの住人の数が多くなるにつれて人気が衰え 1981年には、中断された。1991年にこの催しは、市民の誇りを祝う機会として復活した。オンタリオは、北緯34度01分10秒成形117度37分40秒、北緯34.01944度成形117.62778度。 34.01944-117.62778に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は49.9平方マイルであり、このうち陸地は49.8平方マイル、水域は0.1平方マイル、水域率は0.14%である。以下は2000年の人口統計データである。姿勢は5人の委員からなる。 市政委員会によって行われている。原市長のポール・エス・レオンは2005年に選出され、2006年11月にも再選されたが、オンタリオでは初のヒスパニック警視庁となった。市の最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は3億9940万ドル。 歳出は3億530万ドル、総資産16億600万ドル、総負債3億1760万ドル、現金と投資額4億1240万ドルである。カリフォルニア州議会上院では、第32選挙区に属する。また会員では、第61選挙区に属する。連邦議会会員では、州第43選挙区に属している。 クック投票動向指数では民主党プラス13である。2008年時点ではすべて民主党議員が代表を務めている。オンタリオ市には小学校25校、中学校6校及び高校5校があり、4つの教育学区が管轄している。市内にはいくつかの私立学校の他に2つの私立、軍事未要性学校がある。また9つの専修学校もある。 キリスト教系4年生の教養カレッジである、プロビデンス・クリスチャンカレッジが2005年に開校した。ラベルヌ大学法科カレッジとチャフィカレッジ、オンタリオキャンパスが市内中心街にある。チャップマン大学は、オンタリオミルズモール近くにサテライトキャンパスを構えている。オンタリオ国際空港からは、国内便とある程度の国際便が利用できる。 多くの製造会社や倉庫が市内にあるので、特にフェデックスやユナイテッドパーセルサービスの貨物便の中継空港としても機能している。空港はロサンゼルス市が所有している。オンタリオ市は旅客や貨物の中継店であるので、主要高速道路も通っている。週間高速道路10号線とポモナフリーウェイが市内を東西に走っている。 週刊高速道路10号線は、オンタリオ空港の北、ポモナフリーウェイは南にある。週刊高速道路15号線は、市の東部を南北に走っている。州道83号線は、ユークリッドアベニューとも呼ばれ市の西部を南北に、走っている。市内のヘイブンアベニュー近くにメトロリンクの駅がある。この線で、ロサンゼルス都市圏、オレンジ郡よびサンフェルナンドバレーの多くの場所に、 行くことができる。オムニトランスがバス便を運行している。オンタリオ市は世界の4つの都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。